写真拡大。日本ハム、ロッテ、20日、札幌ドーム。日本ハムは20日、ロッテ戦、札幌ドームで陳月を記録した。4点リードの6回無視1塁。石井は送りバントを試みたが、打球は捕手田村の前に上がる小フライとなったが、田村は意図的に打球を落として1塁へ送球した。すでに一塁走者渡辺は一塁帰塁していたが、一塁塁審は一塁走者、打者走者ともにアウトとした。石井のバント失敗によるホゴロと渡辺の走塁死。陳月の事態をつかめず、観客騒然のワンプレーとなった。フルカウント編集部。